タラーン、隣のお店でお昼です。これはね、なんかスペニッチと、ね、何チーズ、フェタチーズだったかな、チーズのやつと、見てすっごいこれボリュームがさあるんだけど、オーダーしたら釜に入れてね、また温めてくれます。超かわいいトマトと、こっちもスペニッチといろいろ乗っています。そしてトマトソース、このトマトソースも手作り。いただきます。めちゃくちゃ熱い。今はお昼中です。一人一人しかね、一人一人にしかランチが回ってこないから、そう、他の方が帰ってきたらランチに行くって感じでシフトを回してます。だんだんさ、現場に入って2週間と2週間が経つんだけど、だん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 早くね、もう慣れてきたから、すごくいい感じになってます。てかやっぱりなんかすごいさ、雰囲気はなんかオフィスっていう雰囲気じゃなくて、すごくなんて言うんだろう、友達感覚みたいな、本当にそんな感じだから、やりやすいね。雰囲気としては本当にストレスフリーで、なんかちょっと自分に合ってる感じのところです。朝の通勤はさ、そんなに渋滞もなく、もう30分では着いちゃう感じ。でもやっぱりね、朝ね、オフィスが多い覆面だとか、なんかバナナ食べてるだけで、運転中に携帯と間違えられて、むちゃくちゃ隣からジーってさ、うかん見されるし、今日は全身ブラックになってます。そうそう、最近全然ビデオ上げてなくてごめんなさいね。早くあげろってね。わかる。めちゃくちゃ溜まってんだよね、実は。インスタぐらいのから溜まってて、もう2ヶ月ぐらいか。3月末だったから4月末、もうそろそろね、5月中旬だし。めちゃくちゃ溜まってるんだけど、今更出していいかな。超油、手も油つく。サブスクライバーさんにさ、仕事一緒に面接の時期が被ってて、仕事ゲットって言ってた方がいるんだけど、仕事そろそろね、最近どうだろう、慣れてきたかなと考えてます、何人か時期が一緒に被ってて、すごくなんか心強かった。一緒に頑張れて本当良かったです。だから自分は本当に3年ぐらいブラックがあったんだけど、だから今社会復帰できるのかなとか、そういうさ、自信喪失的な面もやっぱりメンタリティに来るんだよね、メンタルに。でもそんなことはなく、全然ね、チャレンジしたいことはチャレンジした方が、この2年後5年後10年後とかのね、
自分に向けてすごくいいね経験になるからどん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 チャラにしていこうぜ。うん、だから焦げの部分も美味しいんだけどチーズの焦げって感じ。まさ超暑くてこのジャケット脱ぎたいんだけど、なんかノースリーブだからさ二の腕大変なことになるからさ、そういうことだよね。まあランチ中なんだけど皆さんの最近はどうですか？Please leave a comment below. じゃあね。あとでね。Olivia でした。